はいどうもこんにちは、赤字幕です。今回ご紹介するのはこれ、みんな大好きハイディスクさんから販売されているモバイルバッテリー兼 USB 充電器兼ワイヤレスチャージャー置くだけ充電と、いやもうこれどういうこと？要はこれ、普段はコンセントに直差しして充電器として、でそのまま引っこ抜けばモバイルバッテリーになって、しかも無接点充電もできるっていう全部入り。その無接点充電、ワイヤレスチャージャーとしても最大 10W、 そして有線充電に関しては 18W PD 対応と、ほんと隙のない全部入りモバイルバッテリー、ハイディスクさんから発売されてました。今回開けて中身見ていきたいと思います。はい、それでは始めていきます。今回ご紹介するのはハイディスク AC プラグ付き 18W パワーデリバリー対応 5000mAh モバイルバッテリー。お値段先に見ておくと、はい、Amazon さんで今日現在2727円。5000mAh と小ぶりとはいえ、充電機能も置くだけ充電も備えての価格なんで、むしろ安い気もします。ただ一つ欠点を挙げるとすれば、はい、サイズがそこそこあってちょっと重いということでしょうか。とりあえず開けてみていきたいと思います。で、箱の外観はこんな感じ。 18W PD 対応、 5000mAh モバイルバッテリー、ワイヤレス充電対応で AC プラグ付き。はい、こんな感じ。背面はこんな感じ。はい、こんな感じになってます。それでは開けていきます。中身は説明書、そして 3A 対応 C2C 約 30cm のタイプ C ケーブルが1本。はい、そしてこれが本体。いきますよ、せーの、きたー。はい、これがハイディスクさんの全部入りモバイルバッテリー。いや、やっぱりちょっとでかいですね。はい、外観はこんな感じ。ここがワイヤレスチャージャーで、はい、ここに AC プラグで、あ、ここ USB Type-C ポートと Type-A ポートが2機、3台同時充電可能となってます。で、このボタンを押すとバッテリー残量表示が確認できます。はい、 80% 充電残ってました。で、これバッテリー容量は 5000mAh なんで、実行容量 6.5 割と仮定すれば 3250mAh 程度なんで、最近のデカオモスマホは4000、5000のものも多いんで、空っぽから満充電には足りません。ただまあ僕の場合、過去外でモバイルバッテリーを使って空っぽからスマホを満充電したことはなくて、ありえないことはないんですけど、そうそう頻繁でもないはずなんで、普段5000から 6000mAh 程度のモバイルバッテリーを好んで使ってます。ただその理由は軽くて小さいからで、容量を稼ぎたいときはその個数を増やすことが多いです。その点これ、サイズが 83×83×30mm、 はい、結構厚くて大きくて、重さは 215g。 はい、さっきもお話しした通り、これに限っては全部入りっていうだけあって、 5000mAh でも結構重たいです。で、実際測ってみると 216g で、同じく、はい、これ 5000mAh のモバイルバッテリー、はい、これが 117g ってことで、やっぱりこれ結構デカ重と言えます。ただなんせ全部入り、はい、3ポートあって AC プラグもついてるし、無接点充電もついてます。このあたりを相殺できるかどうか、それはユーザー次第となります。で、スペック見てみるとこんな感じ。気になる方は一時停止を駆使してご確認なさってください。インプットアウトプットとも十分、急速充電対応してますよね。本体への充電も最短 1.5 から2時間と早い。使用回数は約500回。安全保護回路も完備。もちろん PSE マークもついてます。それではこれ、使ってみたいと思います。コンセントに挿すと、充電が始まりました。この状態で、1本、2本、3本、ケーブルを挿しました。はい、で、1台目、充電できてます。で、2台目、充電マークつきました。そして3台目、はい、3台同時充電、ちゃんとできてます。で、この状態で、コンセントを抜いても、これモバイルバッテリーなんで、これも、これも、これも、ちゃんと充電できてます。そしてこれ、無接点充電に対応してるんで、はい、それではいきますよ。せーの。はい、無接点充電できました。
いや素晴らしい。惜しむらくはやっぱりこのサイズ。とはいえ普段は充電器として、はい、こんな感じで使っていて、いざっていう時はさっと引っこ抜いて、このままモバイルバッテリーになるし、外出先でコンセントがあればプラグを出して充電器として最大3ポートで使えるということで、その上スマホが無接点充電対応ならケーブルの必要もありません。ハイディスクさんの1台3役のモバイルバッテリー、説明欄にリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。ということで2日続けてハイディスク製品をご紹介しました。本当ハイディスク製品楽しいですよね。また面白いもの見つけたら買ってみたいと思います。あと今回これブラック買いましたけど、空張りはホワイトも用意されてます。はい、こんな感じ。白黒ともに高級感はちょっと薄いですけど、いや別に悪くはないですよね。ついでにハイディスクさんのホームページも説明欄にリンク貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。カセットテープのプレイヤーなんかも販売されていて、いやほんとハイディスクさん面白い。これからもハイディスク製品を追っていきたいカジマクチャンネル、お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。